今回は怪獣8号第1話に対するネットの反応集、感想を紹介します。ではご覧ください。以前キャラデザを見かけた時はどうかなと思ったが、動いてると案外悪くなかったな。市川がヒロインでいい？主人公の名前からうすうす思ってたけど、これ変身がモチーフの一つになってんのかな。だとすると、悲劇的な結末が待ってる気がしてなんとも。後半の追い詰められた時、進撃の巨人の展開思い出した。怪獣退治の後片付けは、確かに大変そうだな。作画も動きも文句なしだ。アシロミナが正ヒロインなの？少年漫画ヒロインとしては年食ってるよな。これが大怪獣の後始末ってやつか。面白かったが主人公の怪獣化がかっこよすぎて、そんな感じなんだってなった。もっとこう見た瞬間殺さないとダメな感じの怪獣になってほしかった。他力本願の力で無双系か。ここから面白くなるなら良いけど今のところいまいち。面白かったので継続。なんで虫みたいなのに狙われてたのかはよくわからんかったけど。あの規模の怪獣がバッコする世界で高層マンションに住む人間のメンタルやいかに。結構面白かったわ。金かけて丁寧に作られてる感じがする。ただ主人公の適当なデザインとノリは微妙。やっぱり IG 演出凝ってて良いな。怪獣の巨大さと重量の描写はアニメ化万歳って感じ。ネクスト鬼滅であり呪術でありヒロアカフリーレンだから成功は約束されてる。原作って主人公が怪獣人間になった理由は明かされてるの？1話見る限りかなり唐突な展開よな。アメリカの覗いたら、あっちは進撃の巨人みたいなもんか？ってなってたな。実は仮面ライダーなんだって教えておいた。幼馴染みのヒロインが異様に強いのも説明なくてモヤモヤするな。強化人しか何かなんか？ミカサ・アッカーマンか？説明がある要素の方が少ないぞ。完全初見で続きが気になるくらいには面白く見れたけど、普通の人間サイズで、あのデカさの怪獣に棒切れ一つで立ち向かう場面はいやさすがに無理やろと思いながら見てた。クールな女隊長といえば瀬戸麻美になっちゃうのな。原作全然知らない状態から1話見たけど、続きが気になる程度には面白かった。さすが人気作だけあって素晴らしいつかみ。怪獣清掃用のディテールに引き込まれたので、もうちょっと見たい気がするけど、ここからどう話が進むんやろね。幼馴染みに隊長のスレイブになって働く感じ？納豆卵ご飯食べながら見てたけど長蛇で一旦止めて食べきってから見た。面白かった。次も見る。世界観と迫力ある演出といい、陰と陽の対比な見せ方といい、良い意味でいかにもジャンプ作品のアニメだなと思えた一話。皆がつぶやいた嘘つきの絵を怪獣になっちまった格下で示した脚本が一興だわ。今後が楽しみ。主人公が怪獣になるのか。他の怪獣も元人間だったりするのかな。カフカは謎の生物に選ばれて怪獣になったようだけど。後輩くんは第一印象と違った。彼は良い友人になってくれそうだね。これ面白いな。世界観が好きだわ。原作既読なので、内容は知っているのですが、面白いですね。あと、アニメーションとしてのクオリティがめちゃくちゃ高い。防衛隊を目指すレノと出会い再び防衛隊を目指すことになるが、まさかのカフカ自身が怪獣になってしまった。怪獣が怪獣を討伐する熱い展開で掴みとしてめっちゃ良い一話でした。内容は原作に忠実で嬉しかったし声優も曲も最高だしみんなかっこよすぎて惚れる。原作未読だったから現実と非現実が隣接する世界観に惹かれ、スケール感に圧倒された初回だったな。ドラマでも存分に見せてくれそう。泣きたい感からの予想外の展開に完全に KO されてしまった。作品名だけは知っていたけど、事前知識なしだったことに感謝したい衝撃の始まりだったな。どんな物語に発展するかな？ワクワクが止まらない。レノくん、いけすかないタイプかと思いきや存外に良い子でびっくりした。彼との友情談になるのか？逃避行者になるのか？皆さんとどんな再会になるのか？もしかして、敵対関係になったりするのかな？楽しみはつきません。期待作だけに相応の出来。作画も素晴らしくテンポ良い。ファブルの後だから余計に。IG のつかみのうまさは毎度のことながらさすがだよな。
2話以降も大いに期待しとります。怪獣から逃げるカフカの身体能力の高さと、追いかける怪獣の追いつけなさは気になったけど、他はとてもとても良かった。怪獣は何食べてどこに住んでるんだろうね。腸にはあれが詰まってるらしいし。急に地上に出てくるけど、そこに至るまでに通った道とかあるのかな。怪獣8号面白いね。逃げ回る主人公のアニメーションだけでもいい作品なの伝わる。面白そうな感じはする。次回からが本番かな。前から気になってたから見てみた。すごく続きが気になる。あと市川くん好き。1話面白かった。怪獣の後始末の方面ももっと見てみたいな。初めて怪獣8号見たけど最初から面白い。次回以降も楽しみ。倒された怪獣の解体作業に着目したお仕事ものではなく、2話以降はバディヒーローものになるのかな。怪獣の解体作業のお仕事もののままでも、それなりに新しいし、面白くはなりそうな気もしたけどね。第1話最高やったわ。ご飯食べながら視聴はちょっと無理かもだけど。アニメ良い。カメラワークがめちゃくちゃかっこいいし、エンディング曲もいい感じ。カフカたくさん出てきた。絵が綺麗だった。思わず1巻読み返してしまった。やはり面白いし絵も綺麗。アニメ来週も楽しみ。アニメ怪獣8号、画像も綺麗やし、面白そうな予感、と思って制作会社見てたらエヴァと同じスタジオカラー作品だった。原作は何も知識ないんで、ほう、怪獣と戦っていくんだなからの、あ、そっち？怪獣の死体処理の話？からの絵そういう話？という展開。とりあえず続きが気になる終わりで、がっつり掴まれました。夢を諦めたけど諦めきれない主人公の物語が丁寧に紡がれて、迫力あるアクションとかお茶目なシーンとのバランスもめっちゃいいな。原作にない怪獣が出てきた感じなので、カラーの熱量を感じる。めっちゃ面白かった。PV に惹かれてリアタイしてみたけど今期一番好きな作品なった。私のコンクールの期待作。怪獣との戦闘は一瞬も目が離せなかった。ちょっとグロいけど、防衛隊員の日常とか見ると、ちょっと特写にかっぽくも見えてとても好み。怪獣8号って最高。カフカの運命の変化がスリリング。怪獣8号としての戦いに引き込まれる展開が面白すぎる。主人公カフカという男が何たるかを、これでもかと描いた初回。戦闘スーツに身を包み、怪獣に立ち向かう防衛隊員の幼馴染みと、防護服に身を包み、汚物の元に連れて行かれる主人公強烈な対比関係が、脚光を浴びる皆さんを見るシーンとか、夢破れた描写が社会人に深く突き刺さるなぁ。勇気を振り絞って戦うところはかっこいいと思ったし、怪獣になってこれからどうなるのか気になりすぎる。1話見たけど正直俺的には覇権握れてもおかしくないぐらい作が良くて久しぶりに鳥肌が立ってしまった。これはまたヤバいのが新作で出てきた。怪獣の後始末という仕事、幼馴染との過去の約束と現在のさ、自分に嘘をつかないかっこよさ。怪獣ってだけでワクワクしてたけど、1話にして主人公に惚れたな。これから這い上がっていく姿に期待、と思っていたら怪獣になっちゃった。怪獣になるまでの話も大満足だったけどさらに面白い展開に心躍る。原作も最高だけどアニメになるとまた動きもあっていいなぁ。声も想像してた感じだし描写もリアルでいいなぁ。今回は怪獣8号第1話に対するネットの反応集、感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。